人とも戻ってこないの？ひょっとしてハッカーに？早く早く！あ、ちょっと待って。そーっと。にゃんにゃん。カブモン。アグモンくんにカブモンくんか。へんてこな名前だね。変じゃないもん。君こそ変な名前だ。ふんだ。変じゃないもん。あれ？ん？ん？どうしたのかな。私のお顔が激キャワすぎてフリーズしちゃった。なんだか懐かしい匂いがする。え、あ、私？うん、それに安心する匂いだ。なんか照れちゃうな。ごめんね、私のエロカワフェロモンが仕事しまくっちゃってるみたいで。やっぱり君変だ。あ、もうどこ行ってたの？うわっ、また怖い人？追いかけ回されるのはゴリゴリだ。逃げろ。ちょっと落ち着いて。この子友達だから。ああ、行っちゃった。何だったんだろう、あの可愛い物体 X は。っていうか、あれ？君が連れてる、その…その子がデジモン？じゃあ、さっきのあの子たちもデジモンなんだ。けど、そのデジモンもあの子たちも、悪そうなプログラムには見えないよね。デジモンか。あの子たちと一緒にいられるならいいかも。デジモンキャプチャー。え？凶暴な野良デジモンもいた？何それ、超怖いじゃん。奥のエリアにあなたがいるのよね。君についてくから、早く合流しよう。
くよ。やったね、完全勝利。なんだか不思議な感じだな。子供の頃にこんなことがあった気がするんだよね。君と新たとも会ったことがあるような。ううん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくって。あれ、でもそうか、そうかも。なんか変。なんだよ、今の映像。子供？気味悪い。畜生、なんだってんだよ。すげえ、嫌な気分だ。ああ、いたいた。ちょっともう、一人で勝手に行くとか？どんだけ自己中かませばよかですか。なんだありゃ、あれもデジモン？まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か？データを食い漁ってるとかいう。お前らこっちへ走れ。なんだかわかんねえが相当ヤバそうだ。こいつのロックを解除する。ログアウトしてとっとと逃げるぞ。走れっつってんだろ。グズグズしてんじゃねえ。おい、君たち。僕たちがノキアを守る。逃げてノキア。みんな、集中。you
をくれ。どうしよう、強すぎるよ。僕、なんでこんなに弱いんだ。ムキヤを、みんなを守りたいのに。よし、ロックを解除した。ログアウトできるぞ。おい、ノキヤ、早く。でも、あの子たちがまだ。わかんねえのか。足手まといはお前なんだよ。お前が逃げおせりゃあいつらはどうにでもなるんだ。おい、ノキアはログアウトした。俺も続く。お前も急げ。いいな。私を見つけて。あれヤバくない？なんだよあいつ、気味悪い。こら！天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ！まとめて逮捕すんぞ！ああ、府警さん！こっちに！誰が府警さんだ誰が！刑事さんだ刑事さん！見た目だけで物事判断してんじゃねえ！逮捕すんぞ！ん？なんだありゃ、どうなってんだ。キモ、キモいから逮捕、そこ逮捕。面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前に。おおおい、待て、そこの車。止まらねえの、逮捕するぞ。こら！人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見たよ。私の声は聞き取れているかな。話はできるかい？それは良かった。君がもし人ではない何かだったらどうしようかと思っていたところだ。そうか、君自身自分の身に何が起きたのか理解できていないようだな。聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知り得る範囲でな。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけたのさ。自分で言うのもなんだが、あらましは嘘のようなまことだ。今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで詳しい事情を聞かせてもらおう。君の体は
極めてデジタルな状態にあるように見える。まるで電脳空間からアバターのまま現実世界に飛び出したような。もしも本当にそうだとしたら、実に興味深い現象だ。いや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も君と同じような姿をしているのかな。そうか、友達のことは気にするな、とは言えないが、まずは自分自身のことを最優先に考えたまえ。私が誰か？そうか、自己紹介がまだだったな。最初に名乗るべきだったが、君の存在があまりにも興味深くてね、すっかり失念してしまっていたよ。すまない。私はクレミ京子、しがない探偵さ。なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所は、エデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。では今こうして私と会話している君とはまた別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した。いずれにしろ奇妙奇烈な話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君がいる。現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。早速情報収集を進めよう。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だろう。君はどこでログインしたんだ？君は今どこにいる？電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇るクレミ探偵事務所だ。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど頼もしい場所はないだろう。そして君が腰掛けているのは依頼人用のソファー。何、依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在はすでに何よりの報酬なのだよ。大船に、そうだな、メアリーセレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。さて話を戻すとしよう。君がどこでログインしたかだが、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかしなければいけないな。その姿ではまともに外を歩くこともできない。それにとても不安定な状態に思える。じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊、デジタル体そのものだ。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け会話している。現実世界の物理法則に従っている証拠だ。つまりリアル特性を持ったデジタル体、反電脳体と名付けるとしよう。
君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。適合するデータを取り込み修復すればいい。君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだな。ん？なんだ？テレビがどうかしたか？こっちよ。飛びなさい。私の声が届いたようね。ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。私はミカグラ・ミレイ。あなたにこの楽園を解放してあげる。知らないなら知らないで特に問題ないわ。時が来ればおのずと知ることになるはずだから。デジタルモンスターラボラトリ、タルラボでも
モントリーでも略し方は自由だけれど、私はデジラボをおすすめしているわ。私があなたを呼んだ。それは少し違うわ。あなたが私を呼んだ。あなたはデジモンと深く交わり始めている。その運命の交差に私は引き寄せられ、あなたを見つけた。つまり私はあなたに呼ばれたのよ。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か自分の目で確かめてみて。
Thank you.